こんにちは、羊毛とお花です。ギターの市川です。ボーカルの千葉花です。さて、私たちのエコマインドですけども、先日私たちはスウェーデンに、旅してきたんですが、少しあの日本と違って感動するところを発見したのでお話しさせていただきます。日本だと、まあ、世代によってね、あの着る服装が違ったりとか、まあ、毎年ね流行りがあって毎年服を変えていかなければいけないっていう、なんかそういうのは常識じゃないですけどね、そういう風潮になっているんですけども、スウェーデンではあの流行りもなくて、あと年代によって服装が変わるっていうことがなくて、それは本当に驚きでした。なのでね、あの道を歩いていても若い人もおばあちゃんも似たような格好をしてて、それは素晴らしいことだなと思いましたね。ぜひ日本でもそういったのを取り入れていけたらなと、いいんじゃないかなと思いました。というわけで羊毛と花でした。